イングリッシュパートナーズのレイニーです。finger 意味は手の指。人差し指骨折したと言いたければ I broke my index finger となります。面白いことに、この指の言い方は手の指と足の指。 英語で違うんですよね。手の指のことは finger と言いますが、足の指のことは t o e と言うんです。で手の指も finger と言っても、実は親指のことだけ thumb と言い、この4本の指のことだけを fingers というので、この違いも覚えてくださいね。4本指、いろんな言い方ありますが、一番覚えやすい言い方は first finger, second finger, third finger, fourth finger ではないでしょうか。 他にもフィンガーには指針、指幅、す、え、り、ー、密告者、警官などの意味もあります。フィンガー、意味は手の指。ぜひ覚えて使ってみてください。学ばない英会話レッスンって何イングリッシュパートナーズで検索。